蹴ったよ。一番皆さんが好きな動画ってどれなんですか、うちのチャンネルの、まあ、コメント欄に、ね、いただければ。そうだよ、始まりました。さあ、10万人達成まであと少し。現在8月6日の2時7分ですね。人数は99,991人。あ、99,992人になりました。さあ、果たしてあと8人増えるのか、寝るまでに。まあ、とりあえず、気長にとは言わないけど、待ちますね。編集まだまだあるんで、まあ、無限にあるから、来週のね、ただ呼びの動画、チェックをします。35分ある。めっちゃ長い。それの、どこまで来たのかな ?11 分45分。まだあと24分分チェックしなきゃいけないから、24分分チェックするってことはですね、だいたい1時間ぐらいある。わかんない。新しい編集マンの方なので、どれぐらい直しが必要かとかが未知数なんで、英語ができる人っていうので募集したんで、英語に関してはそこまで問題は多くないかなと思いますね。減ったよ。こうなのね、このね、ギリギリのところになるとね、減るのがすごく、そう、だから1万に行くときもそうだったし、2万に行くときもそうだったんですけど、ストップするんですよ。わざわざね、解除するやつが必ず出てくるのでいっぱい。だ昨日も普通に増えてるのは増えてたけど、解除もいっぱいいた。経験上、それは分かってるので。そう、だからうまくね、流れを使えば、ね、月曜に達成してたんだけど、そう、月曜は自分の出てない動画をあえて出して、達成をずらしたんですよね。その方がね、今、夏期講習中だから、生配信でこう、やりたかったんだけれども、生配信できないから、その生配信すると、ああ、95までいった。生配信すると、あ、98までいった。その生配信が土曜にあるから、だから月曜達成しちゃうとだいぶ間が空いちゃうんで、だから月曜自分で出てない動画にして、ちょっと後ろにしようと思ったんですよね。そうした方がね、生配信やりやすい。うわーさ、これで編集してから寝ようと思ったけど、ツイッターでやっぱつぶやいたから、増えた。減ったまた !98 だったら97になった。はい。減ったまた !96。あ、99999です。あと1。さあ、あと1人です。9999まで来ました。さあ、もうなんかツイッターには超えてないのにおめでとうございますって来てる。2時15分で99990。流行った。また99998。絶対で調整してるやつがいるんだよね。あ、また999になりました。16分。うん、あ、超えました。10万人になりました。はい、2時17分ですね。ついに達成しました。はい、こんな感じで見えますかね。やりました。やっと達成した。うー、長かったけどありがとうございます。やりました。これで10万人突破動画を出すことができますね。やっと。はい、いやー、ありがとうございます。スプラッシュマウンテンさんね。ね、本格的に始めたのは2019年1月1日。そして、まあ、なんか12月26日だかなんだかに一応最初のがね、上がってんで、また減ってる、ね、もう、ね、まあまあまあ、いつものことだから、どうでもいいので、まあ、ここからは、はい。減ろうが増えようが、まあ寝ます。こんなをたくさん乗り越えてやってきました。まあ最初の頃は何をやってもいいかもわかんないと。まあ始めるね、きっかけになったのは、そのね、東進とか河合塾とか、まあやってって、あ、やっぱもう全然チャンス与えられないから、もういいやと、予備校業界に期待するのはやめようって思って、そう、でも予備校業界でちゃんとのし上がっていくために自分はこの仕事をしてるのに、ね、わざわざ東大の大学院まで行ったのもそれが理由ですからね、そのために行ったのに、このままじゃ埋もれてしまうと、東進が今はね、トップ予備校ですから、そのトップ予備校の中の、ただいた人、あの人いたなぁみたいに思う人はいるけども、一般の人には全く知られることもなく消えていくだけだ、じゃあどうすんだって言って
って、で、ドラゴンホリエ見て、その時に、たくみさん見て、あ、教育系 YouTuber なんてものがあるんだなと思って、YouTube で授業をする人なんているんだっていう感じで、初めて知って、そこから考え始めたと。ただまあね、契約上授業もできないし、どうしたらいいんだろうって思って、で、いろいろ見てて、キャストダイス TV っていうね、いろんな人とトークするチャンネルがあって、そこで、あ、そうか。自分は他の人とトークすれば自分が契約上喋れないけどね、勉強法だったりなんだりとかって言っちゃいけないけど、その人に喋ってもらえばいいんだっていうことに気がついて、あとまあ喋るのは好きだし、まあ予備校講師ですから多少得意ではあるっていうのはあるんで、だったらいけるかなと思って、よし、それだったらやろうっていうふうに決めた感じですね。まあ、そこからまあなんかコラボチャンネルとかってよく言われてましたけど、そうですね、このスタイルが決まった感じです。で、いろんな人とコラボしてね、英語界の有名な人だったり予備校界の有名な人たちとコラボしていったりして、で、徐々に増やしていったって感じですね。で、毎日毎日出し続けてここまで来ましたね。一日も休まずやってきましたから、ぶっちゃけ時間はすごくあったんですよ、去年は。今やっぱたどり始めてからめちゃくちゃ時間がなくてすごく忙しいけど、ただあそこでのやっぱり伸びはすごかったじゃないですか。投信やめてただ呼び行きますみたいなのはドドドドドドッとね、増えていったと思うんですよ。そうです、そういう風にしてたんで、私自身そうなるようにずっと考えてね、仕組んできたというか、全然10万に戻らない10万に行ってからもう何分も経ってるけど、その後10万から減ってもう10万には戻らないっていうね。で、ちょっとね、皆さんにね、聞きたいのはですね、一番皆さんが好きな動画ってどれなんですか、うちのチャンネルの。まあ、これからすごい伸ばすやつは狙っていくんですけど、さよなら投信が1位はあんま好きじゃないので、50万再生ぐらいでしたっけ。2つ目の医学部ランキングとか、細井先生と出てるあの40万超えてるやつとかは、あれも完全に狙いに行ってたので、1月に出したやつですけど、1位を狙いに行ってたんで、歴代1位を取ろうと思って作ったやつで、でさよなら投信が出るまではずっと1位だったんで、それは良かったんですけど、で3月で投信やめましたよね、確かね。あの動画ね、すごい扁桃炎でめちゃめちゃ熱が出てて汗だくなんですよね、あれね。で失敗しちゃってて、撮るの、あの2回に分けて撮って1個にしてるんだよ、確か。ちなみにそうですね、10万人達成するか、達成すると思ってましたかとかって聞かれるんですけど、ぶっちゃけ思ってました。達成できると思ってた。2019年の時点で、あ、1万人いけるなっていう風に確信して、でその後にこれだったら来年は10万いけるなと思ってました。で100万とか思ってないですよ、そんなのは。あの目指してもいないですし、うん、10万人はいけると思ってた。計画立てて仕組んでいけばいけるだろうなっていうのはすごくあったんで、よかったです。で、だからその好きな動画ランキング、まあ、自分の中ではあるんですよ。もうぶっちぎりでね、1位の動画ってあるので、まあ、皆さんとは多分絶対違うとは思うんですけど、まあ、コメント欄にね、いただければ、もしかしたらね、同じ人もいるかもしれないですけど、もう1位はダントツなんですけど、自分の中で。まあ、はじめ社長とかもやってるじゃないですか、あのランキングね。この動画が好きですっていうのの人気投票とかやったりするじゃないですか。だからコメント欄でね、ぜひ、それやってもらえばいいんじゃないかなと思いますが、もうね、2時半だから、すげえ眠いですけど、一向に10万人に戻らない。一回超えてから10分以上経っても戻らない。はい、次にどんなことをするのか、そしてどこで何の伏線を回収するのか、楽しみに待っていてください。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今週は動画の収録もできずにずっと編集してる夢があるって感じかな。ありがとうございます。はい。